ある方、挙手お願いします。はい、米原選手、安巻選手、お疲れ様です。残り8試合ですけども、僕たちサポーターも、昇格を信じて、応援していると思いますので、人事を尽くして天命を待ちましょう。で、質問なんですけども、お二人が、憧れている選手とか、こう目標にしている選手とか参考にしている選手がいたら教えてください。はい、じゃあ憧れ、目標にしている選手がもしいたら、もうレオのことね、知ってる人は知ってるというか、有名な話じゃないですか。憧れてるというか、ピンと来てます？大丈夫ですか？安永選手どうですか？目標にしている選手、憧れてる選手。プレースタイルとかもちろん違いますけど、中村俊輔、それというのは、まあ、やっぱ自分がプレーしてきた中で、まあ、学ぶことがすごい多かったので、で、背番号も46。なんで46ですか？中村俊輔選手が横浜に来た時につけた番号が46。それ一応真似してつけました。それです。もう違うこと言ったら欲しかった。はい、ありがとうございます。米原選手どうですか？まあ、なければないでいいんですよ。目標、参考、まあ、好きな選手でもいいや。それはよくプレーこれ見るなみたいな選手いるよ、日本でも海外でも。海外だと、はい、前までバルセロナにいたブスケツという選手。お、ご存知ですか？ブスケツですよ。今ね、アメリカにいる、あのベッカムのチームにいますわ。オーナーしてる。まあ、なんか身長大きくて、なんだろうな、あんまりこう身体的な、なんだろうな、足速かったりっていうのはないかもしれないですけど、頭使ってプレーしてるところとかが、まあ、すごくこう参考してる選手の一人です。ミッシー一緒やってくださいか。じゃあ、米原選手にね、松本のブスケツになってもらって、残り8試合、誰かこれ作ってください、これ松本のブスケ調べてね、作ってやってくださいね。はい、ということで質問ありがとうございました。質問してくれたんで、イオンさんから些細なプレゼントがございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、次、質問で今最初に手を挙げてくれた、じゃあ後ろの女の子。はい。はい、どうぞ。めちゃめちゃシンプルな質問なんですけど、好きな食べ物って何ですか？それな、それ聞きたいよね。好きな食べ物ですよ。じゃあ今回も米原選手から言って、もう一番、うわ難しい。何個かの候補が3位ぐらいまで、はい、第3位、オムライス。オムライス。え、定番のやつ？いや、デミグラス。デミグラス。これはオムライス第3位です。第2位がお寿司です。ネタはそれも3つぐらい。それも3つ。なんだろう、山、まあ、結構、まあ、まあ、全部好きです。全部好きです。寿司に、それを差し押さえて第1位のプレゼントお願いします。焼肉。普通デミグラスオムライスで寿司って焼肉か。部位は部位、部位タンで、タン、お願いします。焼肉が好き、やっぱ選手なんか焼肉好きなんよね。うん、安永選手も第3位ぐらいにいっとく。もう3位からいく。1位だけいく。1位は、あ、違う、3位から。第3位、ハンバーグ。何？ハンバーグ。それはもうイタリアンハンバーグ。別に、まあ、上でも何でも、はい、ハンバーグ、こういう答え可愛いね。はい、第2位、寿司。ちなみにネタは全部。イオンさんも寿司美味しいもんね。イオンさんの寿司美味しいの。だからよかったら買ってよ。皆さんもね、イオンさんのトップドリルの寿司美味しいのっていうのも入れながらね。
この仕事も思ってたんですけど。で、第1位は焼肉あのやっぱ、ギアで焼肉え、部位、部位は部位種類はタン。やっぱタン。やっぱ、カルビとかじゃないんだね。でもまだいけるうちじゃん、若いよ。いや、もうカルビとかダメ、油で。もうやっぱタンとかハラミとか。あー、じゃあ、お二人とも1位は焼肉ということです。ありがとう、質問。じゃあ、ゆうさんの記念品を受け取りください。ありがとう。じゃあ次の質問はラストになります。じゃあちょっと一番手高く上げてくれてるからその女性の方、はいはい、いや私ですから、一番が上がってたから子供でもいいです、もちろんもちろん。試合の前の日に何時に寝てますか？お前初めて聞いた、その質問。試合の前の日に何時に寝ていますか？うん。じゃあ加えて、なんか試合の前に絶対することとか食べるものありますか？加えても。せっかくだから。じゃあ、いける？フォーク。上原さん、いける？まず何時に寝るの？試合前。じゃあ、試合が、時間何を言ってるか。じゃあ、昨日、14時キックオフの試合の場合。どうぞ。うわぁ、10時半くらいで寝てる。おー、遅いらしい。もっと早めろ。ちなみにナイトゲームの時は18時キックオフ。あのそれでも変わんない、変わんない。寝る時間はあんまり変わんない。もう毎日は10時半じゃないでしょ、はい、毎日10時半じゃない、まあ、大体10時半です。11時前には毎日。おー、まあ練習時間早いしね、はい、で、じゃあ安田選手は、まあ、ずっと食ってるんちゃう、これ早いんちゃうか、出るのどうや。2時のキックオフです。適当や、決まってないけど。決まってないです。だから大体、まあ、7時間くらい寝れれば自分的にはいいかなと。やっぱあるよね、そういうのがね。まあ、7時間寝るときもあれば、はい、9時間寝るときもあるし、はい、それ以上寝るときもある。9時間寝るときもある。寝れちゃうんや。若いね、目覚めるもんね、俺らね。5時間も寝れば目覚めますよ。あ、そう。え、試合前に何か食べるものとかすることがありますか？厳格的ではないけど、ルーティン的な。あんまりルーティンがいい。ないよ。このものを聞く、これ食べる？いや、決まってない。出ないです。よく言うやん、うなぎ食べますとかさ。いや。うどん食いますとかさ。ない。いや、本当にいないです。あの左足からペッチ入るぐらい。左足からペッチ入るって、よーく見といて、次右から入ってるかもしれない。いや、ほんまに、験担ぎ。安田選手は何かありますか？絶対ないやろな、この感じ。ない、ないです。ない。特段食べるものもなければ、試合前は音楽聴く、音楽これ聴くもない。ないです。まあ、そこにこだわりはないそうです。でも質問はね、何時に寝ますかって質問だったら、大体安田選手は7時間から9時間前、あ、違う、7時間から9時間寝ると。なのでちょっと引き算してね、試合の時間が。で、米原選手は10時半。じゃあ、君は何時に寝るのかな、毎日。え？大体8時。オッケー、オッケー。いや、俺もっと上やと思う、そうって言ってたのに。ありがとう、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、ということで、質問の、ね、時間がちょっと短くなったんですけど、この後サイン会ということで、その間にも、まあ、質問、をする時間にしたいというふうに思うので、書きながら答えていただければいいかなと思います。で、今回、ビヨンさんの安永選手と上原さん